味しそうだったクマ。お分かりいただけたかしら。皆様が外へと踏み出せるのは強いからですが、誰しもがそうとは限らない。ここは彼らにとって現実では得られない安らぎを感じられる場所なのですよ。そんなはずないと言い切れるのでしょうか。しないで、ひかりちゃん。大丈夫。ちゃんと元の世界に。違う。私のことじゃないの。私、あの人たちの気持ち、痛いくらいわかるんだ。そのせいで大切なものまで捨てようとしてた。ひかり。でも私はみんなに助けられた。もう一度前に進もうって思えた。きっとここにいる人も同じだよ。少しのきっかけでまた立ち上がれる。だから私、このままあの人たちを見捨てるなんてできない。私も同じ気持ちだよ。みんなを助けに行こう。さっきの様子、私もあの人たちが心から望んでいるとは思えません。みんな同じ意見だから、まるで自分に言い聞かすようでした。そんなもの本心とは言えません。目を覚まさせるべきです。ここでの最後の大仕事だな。おお、いつの間にか服が変わってる。俺たちがエンリルと対峙する意思を示したからか。
そうと決まったらさっさと追いかけようよ。待て、この先何があるかわからない。まずは準備を入念にするべきだ。確かにこのまま挑むには少し心もとないかもね。了解であります。皆さん一旦戻りましょう。ねえ、何気なく戻ってきたけど、また閉じ込められたりしないかな。エンリルの口ぶりからしてそれはないと思うが。ここの鍵は光の外に出たくないという心そのもの。ここの鍵は光の外に出たくないという心そのもの。光が出ると決めた以上、エンリルも止める気はないのだろう。ここは大丈夫だとして、問題は他の映画館だな。鍵が各個人の心なら、彼らに出る意思がない限り扉は閉じたままということか。ずっとここにいたらあの人たちどうなっちゃうんだろう。エンリルは安全って言ってたけど、でも何も考えず抗うこともない。そんなのって結局人として死んでるのと変わらないじゃない。そんな人間が今も無数にこの映画館街へ集まっているのか。いやー、一大事故だ。このままじゃ、どこのつまり、どういうことかな。落ち着けっての。こういう時は情報の取捨選択。情報の取捨選択が大事だからな。自分が落ち着けっての。さすが花村君、がっかり王子の名を死守してるよね。こういう時はさらっと流せよ。それでマーガレットたちは何か知らないのか。そうね、現実世界への影響はまず避けられないでしょう。具体的には現実世界にもこの映画館が侵食してしまう。
の知れねえ映画館が現実にも現れるってことか。死んだ目のまま閉じこもった奴が世の中に溢れるんだ。想像しただけでろくな話じゃないな。私と同じ思いをする人なんてこれ以上もう出したくない。ペルソナの所持数がいっぱいだね。